オーヤネットの平橋のボールです。今回ですね、オーヤネットのオリエンテーションということでお話しさせていただきたいと思います。このオーヤネット立ち上げてですね、すでに6年目になります。まだまだこう低空飛行がこう続いてるんですが、この当初ですね、この立ち上げのきっかけっていうのはですね、いわゆるお客さんですかね、この借り手側のですね、まあこの初期費用どうにかしてほしいっていうですね、そういうその悲鳴からですね、実際こうスタート切ってですね、ああそれだったらその大家さんと直接取引してもらったら、その手数料っていうんですかね、仲介手数料がいらなくて済むよねっていうところからこうスタート切ってですね、ですからまあ大家さんにまあお願いをするっていう、そういうところからスタート切ってですね、ですからそういう大家さんいますかっていう形で実際こうスタート切ってます。でまあ5年とかですね、こう経ってみて言えることはですね、確かにこの借り手側のですね、こう悲鳴もこう続いてるんですが、今度はですね、今度は貸し手側のですね、大家さんのこう悲鳴が実際こう起こってるんですね。そのお客さんが絶対数も足りなくなってしまったってことですね。ですからなかなかもう自分とこの部屋にこうお客さんがこう埋まってきてこないってことなんですね。だからまあどうしようということなんですね。で今までのこの仕組みっていうのはですね、その代理店がまず一つこう核にあってですね、まあこの借り手側もそこを窓口にする、お願いしますっていう形ですね。で大家さんも今度はそのいわゆる斡旋をしてもらうってことですね。でこういうそのトライアングルの形になったわけなんですね。これはもうこの従来のやり方っていうのはもうしょうがなかったんですね。あのいわゆるそのお客様情報っていうのが基本的にもう代理店不動産会社でしかこう扱えなかったわけですね。窓口がもう一本化されたわけなんですね。だけど一つ大きくここへ来て変わったのもですね、このインターネットの出現ってことがあるわけなんですね。で確かにこのお客様情報っていうのはですね、こういわゆる駅前とかですね、街角のこの賃貸ショップでですね、実際そのお客様をこういわゆるこうなんですかね、誘客するってことはもちろんこうしてるんですが、ですけどこの圧倒的に日本中からピンポイントでですね、その町に住みたい人たちをこう集めてくるってことにおいてはもうインターネットにこう勝るものがないわけなんですね。で言えることは貸しても借りてもその代理店も全てインターネットをこう使ってるわけなんですね。代理店ももうそのインターネットを使って集客してるわけなんですね。で大きくその変わったそのインターネットのそのいわゆるそのトライアングルをですね、いわゆる貸し手と借り手をそのストレートにこう結ぶ、これこそインターネットの役割なんですね。でこの仕組みってものをしっかりそのまあ大家さんもそれからまあお客さんというのは借り手側もですね、これをうまく利用しましょうっていうのが基本的なその大家ネットのその考え方なんですね。ストレート直接取引をする、そういう市場を作りましょう。そうすると余分なお金をかけなくても実際その借りられますよっていうことなんですね。あるいは経営もいわゆるハンディがなくなりますよってことなんですね。身軽なこう経営ができますよっていうことなんですね。でこういうその賃貸市場っていうものを日本に作ろうっていうのがこの大家ネットのまあ一番のこの流れなんですね。ですからその従来のそのトライアングルからこうストレートにですね、いわゆるこうプラットフォームを変えるってことなんですね。まあ形を変えるってことですから、なかなかこれ時間はかかるかと思うんですが、ですけど時代の流れっていうのはまさしくそういう流れにあるかと思うんですね。ですから大家さんはそのそういう流れにその対応できるような体制っていうのを作りましょうってことなんですね。で借り手側も当たり前にこうスマホじゃないんですが、もう当たり前にこう情報をリサーチしてるわけなんですね。今は実際にこの代理店止まりでこうストップかかってるわけなんですが、その代理店のいわゆる次の段階っていうのは、例えばこの物件の大家さんは誰か、それ大家さん探しっていうものはもう少なくともその時代の流れからすると動くかと思うんですね。ですからそういうことに対応するいわゆるその仕組みっていうものを大家さん用意しましょうっていうことなんですね。でこれがまあ大きなその大家ネットの流れってことになります。